はじめまして、私は伊藤ひかりです。東京都福生市に住んでいる中学3年生です。もしあなたが自分の国へ帰るよと言われたらどう思うでしょう。そんなこと言われてもと思いますよね。私は何度もそう思い忘れてきました。あなたは差別をされたことがありますか。またあなたは差別をしたことがありますか。私はフィリピンと日本のハーフです。7歳で日本に来て、日本語が話せないまま小学校に入りました。日本語では自己紹介すらできず、いじめられることがありました。でも私は頑張って日本そこで私は頑張って日本語を覚えようと思いました。学校でも家でも必死に勉強し、今では学内のコンテストで賞を取るぐらい国語が好きになりました。それは努力をしてきたからです。バカにしてきた人を見返したいという気持ちがあったから諦めずに続けられました。フィリピン人の母は日本語の読み書きがあまり得意ではありません。私たちには言いませんが、そのことで辛い思いをたくさんしてきたのだと思います。今母は介護の資格を取るために必死で日本語を勉強しています。バカにされたり、心ない言葉を投げつけられたりという辛い経験が私たちが頑張る力になりました。でも全てのことが努力で乗り切れるわけではありません。日本語ができるようになった私に対しても差別はなくなりません。私はハーフだから差別あります。そして学校や社会には様々な理由で差別を受け続ける子どもたちがたくさんいます。私の身近にもいじめや差別で深い傷を負っている子どもがたくさんいます。そして全国に今この瞬間も苦しんでいる子がいます。どのくらいの子どもたちがいじめや差別で苦しんでいるか知っていますか。18万8000人。文部科学省の調査による2014年1年間のいじめ認知件数です。認知件数というのは、いじめが起きているとはっきり分かった数ということですから、本当はもっともっとたくさんのいじめが起きていると言います。いじめもほとんどの場合差別から始まります。なぜ人は差別をするのでしょうか。なぜ平等ではダメなのでしょうか。私たちはみんな違います。違うことはそんなにいけないことなのでしょうか。みんな平等に生きる権利を持っています。差別はなくならなければなりません。でも簡単にはなくなりません。ではどうすればなくなるんでしょう。差別は社会の中に深く根付いています。社会の考え方が変わらなければ差別はなくなりません。私たち子供にできることは何でしょうか。それはまず自分たちから変わることだと思います。ではどう変わればいいのでしょう。そんな時、私は学校の先生から教わった凡事徹底という言葉を思い出しました。凡事徹底とは、当たり前のことをコツコツとやるという意味です。そんなに難しいことをすぐにやらなくてもいい。まず小さなことから、できることからやればいいと、私は今までこの言葉に何度も救われました。小さいことから、できることから、私たちは社会を変えることができるかもしれません。そこで私は、嫌いな人や苦手な人にも積極的に挨拶をするという小さなことから始めています。苦手だった人も次第に笑顔で挨拶を返してくれるようになって、それをきっかけに仲良くなる人も増えました。挨拶を続けることで、見た目ではなく一人の人として私のことを理解し認めてくれる人が増えていると強く感じています。小さな変化が集まれば、それはいつか大きな変化になって、この社会からいじめや差別が消える力になるのではないのでしょうか。そしてその力がもっと大きくなって、世界中が協力し合えば、この世界は平和になると私は信じています。世界の国々の国旗の中にも、平和を象徴とするデザインを採用する国旗はたくさんあります。それは世界中の人が差別やいじめのない平和で平等な社会を強く望んでいることの象徴ではないのでしょうか。そしてそんな世界を作ることができるのは、私たち一人一人なのです。今日から毎日、私たち一人一人が小さいことから一つずつアクションを起こしていきましょう。ありがとうございました。